え皆さんこんにちは住宅の診断士認定講習をえ始めさせていただきます、えー、私は講師をつ、えー、務めさせていただきます餅月と申しますよろしくお願いしますはじ <laughs> めに簡単な自己紹介をさせていただきます、えー、私はあのこの資格認定団体である一般社団法人え日本住宅の診断士協会の代表理事を務めております、えー、また実際に、えー プレイヤーですね住宅ローンのコンサルティングローンの媒介業というのを実際に現場で行っているプレイヤーでもあります。ですのでこの認定講習というのはできるだけ実務および現場の情報もできるだけですねお伝えできるようにということで企画しております。でもともとこの資格制度自体は目的といいますか狙いはですね 例えば欧米ではモーゲージブローカーといいまして住宅ローンのコンサル専門家がですね一般の消費者から依頼を受けて金融機関を仲介するというのは一般的なんです。ところが日本の場合はほとんどがハウスメーカーであるとか宅建業者の言いなりといいますかですね金融機関の言いなりになったりとなかなか選択肢がその一般ユーザー消費者には選択する余地がないというか。 いう状況があります。こういったものを専門家を育成することで、よりその住宅利用者の条件にあった希望にあったものをちゃんと選定して、時には金融機関と条件交渉まで行います。こういった専門家を育成することを目的とした資格制度です。特にまあいろんなまあ プレイヤーの制度もあるんですけれどもこれはまあ,ある意味その入り口の資格制度という意味で位置づけておりますので今日う長,長時間ですけれども皆さんしっかりと聞いていっていただければと思いますでは早速講義の方に入りたいと思います。午前中1時間はですね住宅のの市場の動向とというところを 行いますで午後からですね診断業務ということで、まあ、具体的なあの金融機関が行う、えー、住宅の審査ですねどういうところを見て審査を行っているのかというのを、えー、じっくりと学びます。で最後に、えー、ケーススタディこれを学んで終了という形で進めさせていただきます。では、えー、早速、えー、総論の住宅の市場の動向から入りたいと思います。 えと4ページを開いてください。まず第一住宅ローン市場の動向ということとあと、各国して書いてありますが住宅ローン診断士の業務というところでお話をしていきます。ここのの第一のですね狙いですけれども 現在の,その住宅ローン市場の動向および金融機関あとローン商品です、ね、の動向を理解していただくということと住宅ローン診断士が実際に行うビジネスモデルコンプライアンス全般について学んでいただきます。5ページですね住宅市場の動向ということでここでは4つのお話をさせていただきます。 え一点目が金融緩和、二点目が金融機関と市場の状況、三点目が金利の動向、四点目が消費の動向ということで順番にいきたいと思います。では六ページを開いてください。あの住宅ローンと言いますと、まあ何と言ってもあの金利です。 金利の動向が最も気になるところではあるんですけれどもその金利というのは過去の歴史も含めてですね世界経済も非常に大きく影響してきますですのでマクロ経済も含めててお話を先にさせていただきますまず2000年の、IT、米国の IT バブル崩壊からまで遡ります。 今から十六年前ですね。何が起きたかというと、まあこの I.T. バブルの崩壊が起きて、世界同時不況に陥りました。世界同時不況に陥りますと、先進国がですね、景気刺激策ということで金融緩和を行います。で、この時二千年の翌年ですが、アメリカで九点一一のテロ事件も起きましたね。で、これがよりあの不景気に拍車をかけ。 という経緯があります従来は中央銀行と呼ばれているところが金利の上げ下げをしたりして金融をコントロールしているんですけれどもこういった不景気大不況が起きますと現在の最近のですね非伝統的手法と呼ばれておりますが2つの緩和策を主に先進国がとります。つ目がゼロ金利政策と呼ばれているものですね 限りなく金利をゼロに落として、できるだけお金を借りやすくすると、企業や消費者がお金を使い借りやすくす使いやすくするということで経済を活性化させようということで中央各国の中央銀行がそういった政策を取ります。でもう一つ量的緩和という政策を行います。これは金利ではなくてこの資金の供給量を増やすという政策ですね。この2つの政策を 舵取りをうまく取りながら、景気刺激策、金融緩和という形で、消費や投資をとにかく動かそうとするという政策が取られます。ただこの金融緩和を行いますとですね、非常にあの金余り現象、世界中にお金がですねばらまかれる、結果的にばらまかれることになりますので、非常にお金がダブつきます。ダブついたお金というのは当然それは投資 投資やまあ増やしていかなきゃいけないということでですね、寝かしといても増えないのでなんとかこういったいろんな商品です投資をという動きが活発化されます。そのダブついたお金がですねある金融商品に大量に流入しました。それが何かというとこの2008年に起きたリーマンショックにつながるサブプライムローンですね。サブプライムローンというまあ 低所得者向けの住宅ローン債券こういったものにお金がまあ、投資商品として名だれ込みましたこのリーマンショックというのはアメリカの大手投資銀行のリーマンブラザーズですねが倒産したことによってま0 0年に一度の大不況とまで言われましたこのサブプライム問題というのはまさにアメリカ発祥なんですけれども、えー どういった人に貸していたかと言いますと、無収入、無職無収入無資産こういった人にも住宅ローンを貸していたんですね。まあこれはあの極端な例かもしれませんけれども、で、そいその住宅ローン債権を証券化して投資家に買ってもらうと。実はこの仕組みというのは日本でも行われています。住宅金融支援機構のフラット三十五。 この商品はローン債券を証券化して投資家に売却しています。まあ、これと日本でも行われておりますが、アメリカでもこの債券の中に低所得者向けの債券が大量に混じっていると。かつこの証券化する場合はですね、必ずあの格付け会社が格付けをつけるんですが、こういったサブプライムローンが入っている証券に対してもトリプル A という最高格付けがついているんですね。いろんなこう そういった要素が絡み合ってこのリーマンショックにつながっていくわけですけどもこの時アメリカでもモーゲージブローカーというですね住宅ローンを借りる人に対してこういったブローカーが相談を受けて金融機関に断をするとだいたい申し込む方の半分ぐらいがこういったブローカー経由で住宅ローンを借りていたという経緯があります。 で、もう一つモーゲージバンクというですね、これも実は日本でも最近、まあ十社以上ありますかね、銀行ではなくて住宅ローン専門のノンバンクですね。こういったものの乱立もこのリーマンショックへつながる一つの要因につながってきたという経緯があります。で、このリーマンショックの与えた影響はですね、もっと大きな 問題に発展してきました。それは何かというと、ヨーロッパ、欧州ですね。で、ギリシャ、スペインとかのですね、国家単位の財政危機まで波及しました。国債のデフォルト危機ですね。非常に国が破綻するんじゃないかということで非常に危機を呼びました。で、その世界同時不況の結果を受けて。 世界さらにここで世界同時金融緩和が再び先進国の間に行われました。当然金融緩和ですからまた大量の資金が供給されています。で今現在この各先進国の金融緩和の状況は今年に入ってまあどんな流れになっているかというのを簡単に説明します。まず欧州の中央銀行 ECB といいますが。 世界初のですねマイナス金利というのを政策をもう早くから導入しております。この結果ですね、EU のに加盟しておりませんが、北欧のですね国、例えばデンマーク、スウェーデンといったところでは住宅ローン金利がマイナスになるという逆転現象が起きています。逆にスイスでは住宅あのこれをマイナス金利を導入しますと、金融機関の収益が圧迫されます。 圧迫されるということで儲からないということで逆にスイスでは住宅ローン金利が上がったというこういったあのマイナス金利の政策によってですね国によっていろんな変化が起きてます。それとこの世界同時金融緩和の中に今回中国が約50兆円の財政出動しましたねでこれが一時世界のですね不景気を底上げを に非常に貢献を果たしたんですけれどもその結果バブルが崩壊し過剰在庫過剰債務問題が今今年に入ってより表面化してますよね。株価も下落したりということでこの中国の景気低迷というのも今世界中が注目をしているところです。でアメリカですけれどもアメリカの FRB ですね アメリカは早くからですねあの金融緩和を強烈に推進してきてすでにもう緩和を解除する段階です量的緩和を解除し今度は利上げに向かっています。これは利上げですから金融逆に金融引き締めですね。日本とヨーロッパはまだ金融緩和続行中ですがアメリカは金融引き締め政策に入っていると。 いうのが現在の状況です日本はどういう形を取ってきたのかというと、まあ、リーマンショック以降ですけれども2013年に日銀に黒田総裁が就任しましたその時に異次元の金融緩和というのを導入しましたこの異次元の金融緩和によっ で、えー、一つの目標を掲げました。え、2年で物価2パー達成すると。いうことで、えー、今まで以上に大量に、えー、まあ金利も引き下げ大量に資金も投入する、特に国債を買い入れるという政策を打ってきました。で結果今3年目、3年経過しましたね。でこの3年経過して、えー、今年 に入ってマイナス金利という追加緩和を導入しましたというのが今現在日本の状況です。現在の物価にパーを達成するにはあの日本のこの景気だけではなくてですね例えば根本的な物価を上げるにはあのそれには大きくない影響を与えるものとして原油価格ですねこういったものがまた上がっていく 今低迷しておりましてこういったものも足かせになっておりますあと年明けから円高ですね株安こういったものも少し足を引っ張っているとあと消費税の増税も控えておりますがこれも少し先送りしようかなんていう話が今出ておりますけれどもこういったところでまだ日本はしばらく金融緩和を続行中というのが現在の動向というところですねでは7ページいきます それを受けて金融機関の状況はどうなっているのかということのお話をしたいと思います金融機関のですね経営指標の中に予対率と予償率というものがありますこの予対率というのはまあ分母が預金ですね預金が何割貸し出しに回っているかと ということを表すす指標です日本が景気が非常に良かったバブル期と言われている時代はこの予対率は100%近かったというほぼ預金は貸し出しに回っていたというほど景気ががいい時はたくさんんお金が回るんですねじゃあ現在はどういう状況かというと。平均で 約70預金のうち7割ぐらいしか貸し出しに回っていないと、まあ、これは平均で銀行によっ各銀行によって違いますが特に地方のです、ね、信用金庫こういったところはですね要は銀行というのは預金を集めてお金を貸すというのが本業ですけれどもその 目的を果たしていないというような状況が起きています。で、余償率、このこれはあの余体率と違って今度は預金に対してどれだけ証券債券ですねで運用しているかというものですけれども、先ほど日本の金融緩和で日銀は国債を買い込んでます。その結果、非常に国債の利回りが 低下しておりまして、従来日本のですね金融機関のうち、ごくごく短い期間の短いものをメガバンクは買い、例えば三年五年あたりのものを地銀が買い7、七八年まあ長くて十年ぐらいのものを信用金庫は買いというような構図でした。で、二十年とか三十年と超長々期債というのは生命保険会社が買ったりしている。まあこういうバランスをとって。 おりりましたが今10年債の利回りもマイナスですですのでこういったものを投資マイナスの利回りに投資しても儲からないわけで必然とこの予想率というのも低下傾向にあるとそうしますと銀行はどう,どうやって稼げばいいんだと運用が非常に厳しい状況に陥っているということがあります。えー、貸し出しし出を増やしたいわけですね で国債も運用も非常に利回りが低いとところが需要がないと特に地方においては需要不足ということが顕著でして、えー、じゃあどうすればいいかとできるだけですね貸し出しを増やしたいんですけどもかといって何でもかんでも貸せばいいというものではなくて安全資産で運用しなければいけないと皆さんの預金を扱っているわけですから。 そういったときに一番効率がいいのが何かって住宅ローンなんですね。えー、利用者も一般個人相手ですし、金額も何千万と貸すわけですから非常に効率がいいわけですね。で、えっ、ー、と住宅ローンというのはで、あの中小企業の向けの融資とよりも全然あのまあ債務不履行がまあ割合としては少ないなので非常に効率がいい。 運用先として住宅ローンがありますところがこの競争激化を受けてまあ、皆さんもテレビやですねインターネットなんかでも情報を見られてると思いますけれども非常に今金利が低いとこれどういうことかというと金融機関にとっては全然儲からない状況なんですね儲からないんですけれども寝かしておくよりはいいわけですなので どん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 この住宅ローン競争という部分には拍車がかかってきているとあとそれ以外で貸し出し以外のです、ね、手数料ビジネスが非常に今金融機関では盛んに行われています保険ですねあと投資信託といった証券こういったですね貸し出し以外の手数料ビジネスを非常に力を入れているということが現在の金融機関の状況です。 プラスですねあのこの金融機関においてですね新しいタイプの金融機関が非常にたくさん出てますいわゆる異業種からの参入ですねインターネットウェブを中心としたですね銀行ですねあと流通系から銀行業へ参入しているとかですねこういったですね 従来ない業界から銀行へ銀行業への進出というのがここ数年急激に増えてきましたその結果既存の店舗銀行のシェアをどんどん奪っているんですねこの新しいタイプのウェブを中心とした銀行というのは非常にマーケティングがうまくてですねかつ低コスト運営なんですね。店舗を持たないところももありますので人も それほど費もかからないとで住宅ローン金利の中でも特に低い金利を打ち出したりあと手数料を安くしたりといったところの商品を打ち出しています。そうなりますとじゃあより先ほどから言うように運用先がないで新しいタイプの銀行はどんどんシェアを奪っていくと。 金融機関はどんどん今追い詰められている状況なんですね。でその結果今何が起きているかというと、えー、一つはここのあるように合併と広域連合ですねもう単独では生き残れないということで、えー、合併もしくは広域で手をつないで一緒にやりましょうという動きが加速していきますこの動きはどんどんん加速していいくと思います。 あと従来の自分のエリアですねから大都市圏への進出これも非常に活発に行われています。自分のエリアだけではもう貸し出し先がないということで特に東京はすごいですね東京や大阪福岡こういった大都市圏へ地方銀行が進出して で顧客を獲得しているというような動きが見られています。それ以外にもサービスの拡充ですね時間外に営業したり例えば土日営業したりで審査基準も少し緩やかにしてみたりといった動きが見られます。あとあの最近あの言われておりますフィンテックと言われているですねあのまあ IT と 金融を融を合した造語ですけれども欧米アメリカですかではスマホ専用銀行なるものがもうでき始めていますもうスマホだけで全て入金送金決済まで行えるとこれはあの日本でもいずれこういったサービスが広がってくるんではないかと思うんですけれどもこれによってですね銀行の一つの手数料として決済や送金手数料というのも一つの収益なんですね。 こういったものもどんどん新しいフィンテック企業にシェアを奪われていくではないかということで非常に先行きがですね金融機関の間は非常に今危機感を持って対応しているということがいえます。 金利の動向のお話をしたいと思います。まずですね、金利決定のメカニズムからお話したいと思います。金利にはま固定金利と変動金利とあります。まあ、もう一つ期間固定というのもありますが、これはこあのえ固定と変動のまミックスですので、この2つについてお話したいと思います。固定金利はですね、まなどういう根拠で金利が決定しているのかと。 いうことですけれども長期国債の利回りを一つの指標としておりますこの長期国債というのは10年もの国債ですね10年もの国債を一つの参考に金利を決定しています従来はですね、この国債ですから国債市場の需要と供給で この10年もの国債の利回りとは決まるんですけども現在は日銀の金融緩和によって年80兆円日銀が強制的に買い入れを行っていますですので無理やり長期金利を引き下げて低金利の状態を作っていますしかし今は現在意図的に低く日銀が低くしていると。 ということは逆に裏を返せば日銀が金融緩和を解除し始めれば長期金利は上がっていくということが自然にわかると思います。でもう一つ変動金利。変動金利はですね無担保コールレートオーバーナイトものというですね最も短期資金の短い融通ですね資金の融通の市場短期資金の調達市場で決まります。ただし こちらもですね、日銀がお金の資金の供給量でコントロールしてます。どちらかというとこの変動金利はですね、市場というよりも今現在は日銀が完全にコントロールしていると。これはあの例えばアメリカもそうですね、今回今利上げするっていう話をしてますけれども、日本も景気が良くなればこの利上げに踏み切る場合はですね、日銀が少しずつ小刻みにこの変動金利 に影響する短期市場を調整しながら金利は引き上げていくという動きになります。ですので、えー、まハイパーインフレとかがね起きない限りいきなり金利があの変動金利が跳ね上がるなんていうことは基本的にありえないですね。ちゃんと日銀が景気動向を見ながら徐々に緩やかに上げていくだろうということになります。逆に長期金利の方はですね、あの今外国人比率がですね、従来9あの 国内消化率が九十七パーとか八パーと言われていたものが現在十パーセントまでだから日本国内消化率九十パーってことですね。外国人が十パーセントほども持ってます。外国人の投資家は早いですので引くときは。そうすると長期金の方が金融緩和解除後は動く大きく動く可能性リスクというのはあるということになります。それとその下の金利の推移ですけれども。 2000年に先ほど IT バブルの崩壊のお話をしましたで2008年にリーマンショックですねでこの時固定金利は金利水準というのはどのぐらいだったかというと、まあ、この表にあるとおり3%から4%ですで変動金利は1.3から1.4このぐらいですねでリーマンショック以降は一気に利下げ が始まりまりで現在までずっと金利は右肩下がりで下がっています。参考に2016年5月の金利を見てみますとフラット35は1.08%フラット20といわれる20年返済が0.96%とで今景気刺激策でフラット 35S というのがあります。 これはあの耐震基準一定の基準を満たした建物の場合はさらに10年間マイナス0.3%が適用されるということで3%から4%だったのがもう1%前後ですよね非常にえわずか8年78年の間にそこまで下がっているで変動金利は今どうなっているかというと零再圧がまあ 最安は0.497というところまで落としてますね約0.5%から0.7%の間ぐらいで推移していますで10年固定が今の最安が0.55%目が含めて平均はだいたい0.8%ぐらいですけれども非常に安いすべての金利が今非常に安い状況に来てます、はい、では、えー、次に 9ページの商品の動向についてお話をします。商品の動向ですけども、これだけあのローンのですね競争が激しくなっている中で審査基準が非常に緩和されています。どう具体的にはどういった部分が緩和されてきているかというと、例えばサラリーマンであれば 金属年数。昔はまあ三年は必要とか言われた時代もありましたが、今は一年あれば。普通にどこの金融家でも。ほとんど対象になります。一年なくても、受け付けてくれる金融家もあります。あと、頭金ですね。頭金もやはり一割二割は絶対ないと借りれない。というのが昔の当たり前の時代だった。 ものから現在は頭金がなくても諸費用もすべてローンで賄えるというような基準になっております。あと正社員ではなくても契約社員であれば融資の対象にもなるといった点もあります。で金利タイプですけれども固定金利まあ期間固定金利変動金利、まあ、代表的なこの3つがありますが。 利用の割合って皆さんどれぐらい使っているかといいますと固定金利を選択される方が大体20%ぐらいです2割ぐらいあと残りの8割が変動と期間固定半々ぐらいあとプラス最近はミックスといってですね固定と変動をセットにした。 もの、こういったのを選ばれる方もおります。はい。で、こういった商品の動向という意味でいきますと、超低金利化というプラスこの差別化が各金融機関が非常に行ってきています。どういった部分で差別化をしているか、まずあの先ほど言ったように、まあまずは金利ですね。金利競争が起きています。 特にネット系の銀行は金利引き下げに先行してますね。あとは地銀や店舗系の銀行が追随してきてます。ほとんど儲けない儲けなしの金利だって金融家の方は言ってますね。あと保証料であるとか繰り上げ返済手数料を無料化したりとかですね。あと最近特に行われているのが断親。 団体信用生命保険のです、ね、保証内容の確実充実ですねこういったものも非常に各銀行が力を入れてますあとネット系は基本的に来店不要ほとんど契約は郵送インターネットと郵送で完結するであるとかですね、まあ、それ以外にも特典、ね、ポイント特典をです、ね、付与したりとかこういったいろいろな差別化ですね を各金融機関が今行ってきていますということが言ります。はい。次に10ページですね。ローン売買取と貸金業法というところをお話をしたいと思います。 ローン売買換えを行うにはですね、貸し金業が法に基づいて貸し業取るが必要です。なのでこの二つをここではお話をします。十一ページを開いてください。はい。ここでは三点お話しします。まずローンの売買換もしくはローンの仲介とも言いますが。 法律用語でいうとこれは金銭の貸借の媒介と言います。貸金業法の第二条に定義付けされています。貸金業の登録をしなければいけないということですね。ローンのまあ有直接の貸付もそうですが、ローンの仲介をやる場合でも貸金業の登録がなければできないということが法律できちんと定められております。ただあの除外規定が一番あります。 除外規定ととといいううのは何かというと例えばハウスメーカーや宅建業者が自社の商品もしくは仲介商品を販売する際に行うローン付けは貸金業登録をしなくてもいいという除外規定があります。それ以外に関しては のもそれ以外の人がやる場合は当然貸し業の取るが必要です。ハウスメーカーから例えば委託を受けたものであってもこれはダメですね。ハウスメーカーの社員がやる場合にはその自社の商品に限るオッケーですね。まあ中間商品でもいいです。例えばじゃあ住宅ローンの借り換えはどうなのっていうのはこれもできません。これはあのハウスメーカーでも他業者でもできません。あくまで自社の販売 商品仲介に限るということですねこのローンの売買というのは借り主と貸主の間に立ってローン成立に向けて尽力する行為を言いますこれはですね、例えばじゃあ無報酬で無報酬でやった場合どうだろうとボランティアでやりましたとこれもダメですこれは最高裁の判例が あります。ボランティアでも無方お金をもらわなくたもお金をもらわなかったとしても、貸し金業の登録がなければローンの仲介というのはできません。例えば弁護士法の弁弁護証においては利益を得る目的がななければ弁護士登録はなくても法律行為というのはできるんですね。 税理士はどうなのと税理士は報酬の有無は問いませんこの貸金業法においても報酬の有無は問わないということです非常に厳しい法律になっていますねで売買業務の境界線ってじゃどこなのと例えばコンサルティングと称してどこまでできるのというまたもう一つの問題が出てきます 具体的にはですね昨年の平成27年12月1日金融庁が一般法令紹介においてこのローンの仲介売買においての一つの見解を出しております。これは我々で金融庁に1年ほどかけてですね紹介をかけた結果なんですけれども考え方としてはですね、えー まあ単なるまあ例えば相談を受けたとしても一般論の説明はいいわけですね一般論個別具体的なまあ金融機関を特定して説明したりもしくは銀行を介したりという行為はこれも完全なにあたります要は契約の締結に向けた勧誘ですね。 契約の勧誘目的とした商品説明契約の締結に向けた条件交渉こういった行為は全て売買にあたるということです。これは例えば保険業界なんかも売買保険の売買ということは言われますけれども全く同じ見解は考え方は同じですね。保険募集人でなければ募集行為はできないというのと全く同じ。これは証券業界も同じです。 でもう一つこのローンの媒介においては銀行代理業というですね業態があります。これはですね誰のために行うのかというところで分かれます。銀行のためにローンの仲介を行う場合は銀行代理業になります。これは、え。ー 銀行からら当然報酬ももらうわけですね実際に銀行代理業というのはあります実際にあるんですけれども、まあ、ほとんどが銀行の子会社であるとか、えー、まあ関連会社 OB こういったところしか開放してないので、まあ、そもそも銀行代理店に行ったとしても一つの商品しか実質は紹介受けられてないなんですね受けられないんですね。 あの保険業界においては、例えば乗り合い代理店という業態が出来上がりましたけれども、銀行代理業においてもこういった乗り合い的なものはほとんど銀行は許可をしておりませんので、まあ,あのあまり活用されていないというのが実際のところです。それ以外、銀行のために行う以外は全べて家信業になります。これはあの誰のために行うかという定義が基本的になくてですね、お客様のためであったり、ハウスメーカーのためであったり。 えー、ローン売買業ローンを仲介する行為自体が貸金業なんですねただし銀行のために行えば銀行代理業と、まあ、こういった位置づけです。はい、意外とこれれがです、ね、世の中の中知られてないなんですねあのよくまあホームページなんか見てもローンのコンサル仲介をやってる会社って実はたくさんあるんです。じゃあみんなちゃんと登録してるのってほとんどは無登録で 営業しています。恐ろしい状況なんですね。はい。じゃあ、えー、無登録で行った場合どういう罰則があるのかというお話をします。はい、まず、えー、その前に、えー、罰則の前にですね登録の要件からお話をします。まず。えー 貸金業を登録するには純資産5000万円が必要ですこれは資本金ではありません常に5000万円の資産を維持していなければいけないという要件ですで、二点目として貸金業も取扱主任者これは国家資格ですね年一回です今どうでしょう宅建と同じぐらいの難易度ぐらい来てますかね非常にあの今合格率が 非常に低い30%前後でしょうか。で、この貸金業務取扱主任者を50人に一人、まあ店舗単位ですけどね、50人に一人、1店舗に一人置かなければいけないという点、人的要件があります。でもう一点、貸付業務の経験者 役員にですね、3年以上経験 3, 3年以上の経験者を置かなければいけない。非常にハードルが高いですよね。で、えー、もう一つ貸金業にも代理店制度というのがあります。この代理店の場合はですね、この純資産要件がありません。貸金業務取扱主任者は必須です。で、この貸付業務経験者は1年以上。 あるものがを設置すればいいと役員ではなくてもいいんです。社員でいいんですね。で、もう一つ、ここにま住宅ローン診断士ということで、え当協会がま提携している貸金業者と代理の組んでま貸金の代理店制度というのを展開しています。その場合には今。 皆さんが受講いただいている住宅ローン診断士認定講師を受けて住宅ローン診断士認定されたものを必ず置かなければいけないというルールを採用しております。で罰則規定いきますじゃあそういった登録をせずに業務を行った場合無登録もしくは免疫化し行為を行った場合はですね 10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金もしくは陛下です。これはですねあの刑法でいくと詐欺と同じ基準なんですね。なぜこんなに厳しいのかもともとこの貸金業は法改正で厳しくなった背景には。 いわゆる闇金問題があります無登録で融資業務を行っているものをの罰則をきつくしたわけですねところがこのローンの仲介も全く同じですこの同じ法律が適用されますので例外はありません無登録で行えばこのこれらの最高刑で10年以下の懲役3000万円以下の罰金法人1億以下というのが適用されるということになります なので知らなかったではとても済まされるような話ではないんですね。という行為が法律で定められていますじゃあ他の資格はどうの関係はどうなのということなんですけれども例えば住宅ローンに関係する例えば類似の資格として例えば住宅のアドバイザーという資格があったりファイナンシャルプランナーも住宅ローンにも関わることがあるんですね。 で、この住宅のーン診断士もそうなんですが、すべて。どんな資格を持っていようが。貸金業の登録がなければ、ローンの媒介はできません。<laughs> こういった無、無登録業者がですね、まだ非常に。たくさん、国内にもありますが。皆さん、先ほど言ったように、こんな罰則が重いとかですね。そもそも貸金の登録が必要だってことすら知らない方が、実は多すぎてですね。 まあ我々はこういった協会の活動を通じてそういった啓蒙活動も定期的に行っております。注意喚起いろいろいったですねあの過信用協会であるとか、そういった関連団体にも注意喚起そういった啓蒙活動というのも行っております。はい。では次に行きます。 住宅ローン診断士の業務ということでお話を最後に転します住宅ローン診断士の業務として住宅ローンの診断業務と住宅ローンの売買業務この二つについてお話をしたいと思います十四ページ まずです、ね、あの住宅ローンの診断をするにあたって調査というのは何を調査するのかと住宅ローンの審査があるわけですけれどもその審査に必要な情報収集であるとか、えー、資料を集めたりする業務ですね。 こういった調査業務あとお客様から具体的なヒアリング内容属性とかも含めてヒアリングを行いますこういった調査業務というのが一つの業務としてあります。で2点目として資産診断業務ですね具体的なそういった資料情報を集めた情報からこのお客様にはどういったローン商品が適正であるか。 そういったものをですね、確認して診断書を作成したりします。この診断書の作成に関してはですね、あのこの住宅の診断書の講座とは別と診断業務の講座というのを設け。 ておりましてこれはちょっとまだご案内はしておりませんがまあ受講されて診断書を登録された方にはまたご案内をさせていただきます。ちょっと参考にどういったものを作成するかといいますと,えっと70、71ページちょっと飛びますが70、71ページを開いてください。 こういったですねあのこれはあの借り換えの診断書になりますけれども今借りているローンに対して今じゃあ借り換えたらどうなるのとじゃあ固定だったらどうなのか基幹固定ならどうなのか変動金利だったらどういうふうになるのかというのを試算をします。総額で例えばこのケースでいくと総額で700万円 圧縮できます期間固定だったら800万円変動金利だったら900万円と、まあ、当然変動の場合は金利の上下がありますから確定するわけではないんですが、まあ、一つの目安ですね。あとじゃあ月はいくら減るるのかであるところであ、ね、あととすね例えば71ページの方はそれをさらに細かく諸費用も含めて試算を出しています。 でえー、とあと7例えばな参考に、まあ、例えば72ページのちょっとお話をしましょう72ページは何かというと、えー、これは将来の金利予測ではありませんあの誰にも予測は分かりませんので、えー、ですので固定と変動どっちがいいのか固定と期間をってどっちがいいのかなっていうのをやっぱり悩まれる方がいらっしゃいますそういった時に、えー、じゃあ変動金利もしくは固定金利がどこまで金利が上がったら 固定金利と支払い総支払い額が逆転するのかと一つの参考で目安ですねじゃあここまでは金利上がらないだろうとかですねそういったのを一つのプランを選んでもらう時の参考資料として作成しますこういった診断業務を行いますいきなりこれ作ってくださいって言ってもこの講座では無理なんですね。 これはやはり検証を受けないとここパッと作ることはできないんですけども最近はよく銀行とかですねいろんなサイトで資産のできるサイトっていっぱいありますが実は住宅ローンって銀行によって商品がバラバラでして例えば一つ固定金利一つ取っても金利が段階的に上がっていくものがあったり。 でであるとかですね例えばあの男子なんかも付け加えるとまた金利がプラスアルファで上がったりとかですねあの貸し口が複数あったり当然ボーナー戦災もあったりいろんなパターンがあってですねそれに全部対応できんのっていうと全然対応できる資産のサイトっていうのはほとんどないんですね。なのであの当社に ま、私はプレイヤーとしてやっている会社は全品パートナーズという会社があるんですが、こちらにご相談来るお客様もいろんな銀行のサイトで検索したんだけども、結果が全部違うと何が正しいのかわからないって言ってご相談に来る方もやっぱりいるんですね。そのぐらい複雑怪奇なんです。こういったのを冷静に分析してえ、ご提案をするというようなのが一つの診断業務になります。はい、ではえ、戻ります。 14ページですねもう一つ予診,診断業業務務という業務がありますこれは何かというとお客様からいただいた資料例えば源泉徴収であるとか保険証をもらったりとかですねこういった資料をもらってあとまあキャッシング借り入れの内容なんかも確認した上でこの人がまず審査通るのか っいうの診断を行います。で、えー、じゃあ通るとしていくらまで借りられるのかという診断も行います。これは今日のですね、あの診断業務の中でですね、あの属性診断、借りで可能学診断というまあ考え方の診断のですね考え方の講座を設けているんですけども。えー 実際は我々私なんかもご相談を受ければこの人はどこの銀行だったらいくらぐらいまで借りれるというのは大体わかりますある程度銀行のですね審査基準を把握してないとこれは出せないんですね。でえそもそもこの人住宅ローン審査通らないよっていう方も中にはいるわけですじゃあ逆にどうすれば通るのとえいつだったら通るのとこういったところもおおよそ大体わかります。 でですので、えー、お客様の商品だけではなくて金融機関をご提案する要はこれは売買業務になりますけども売買をする場合には具体的な金融ど,どこの銀行だったらまず通るよとじゃあ、えー、商品は何がいいかなといったところまで、えー、診断を行います。でこの予診診断は実はそんなに難しいものではないんです。あのー 要は住宅ローンというのは一つのスコアリング的なものがありましてそのスコアリング銀行がどういう基準を設定してやっているのかというのさえ把握していれば実は別に誰でもできる話なんですね。こういった部分を後半の講座でお話をいたします。では最後15ページ。 診断業務に続いてその先売買業務ですね住宅ローンの売買業務これはもう具体的にお客様からご依頼を頂い,いて銀行,に銀行の開拓をしたりお客様に提案をしてローンの成立に向けて尽力する行為を一切行います。具体的には どういった商品がいいかと希望を聞いてから、まあ銀行にも預かった資料を持っていきます。で、事前審査、本審査と進めていきます。こういったことをまで行うには、先ほど言ったように貸し業の取るが必要ですけれども、あの診断業務の後はこの媒介業務までやりたいという方においてこういった制度を設けております。まずこの一二三とありますけれども。 三の FC OEM 制度これは貸金業の代理店制度です。まあ実際ですねこの代理店業務売買業務ですねあの片手間でとてもできる仕事じゃないんですね実際私はや自分がやっているのでよくわかります何まあ何かの本業あってまあ付属でやる方は結構多いんですけどもそういった場合はですね。 一二のですね、顧客紹介制度、あとパー PTR でありますパートナー制度というのを設けております。顧客紹介制度というのは、住宅ローン診断士に登録をされますと、必然的にこの協会に登録している貸金を代理店に案件紹介ができて、それをが制約すると紹介の手数料がもらえます。こういった制度を設けています。これは単にローン売買はやらないけども紹介はできるよとお客さんいるからという制度。 でパートナー制度というのは先ほど言った調査や診断業務まで行うここの調査や診断業務というのは具体的な金融機関名は開示せずに先ほどのような診断書を作成すする業務ですこれも貸金業の登録は不要でここまでやるとさらに報酬が増えると。で当然媒介業務まで全部やれば当然報酬はもっと高くなる。 こういった3段階の制度を設けております。ですので、まそれぞれの仕事やに合わせてこういった選んでいただくということでですね。まさにこの資格、この住宅ローン診断士というのは単なる資格やじゃないんです。その後、具体的にビジネスを展開していただきたいという一つのですね。あの推奨と言い,いますか？教会が推奨しておりましてそういった形でこの住宅ローンのですね。 コンンサルティング媒介業務というのを日本の国内で定着させていきたいということを一つの使命としてやっておりますのでまたご紹介させていただきますのでご検討いいただければと思います、はいえー、以上で、えー、第1の講義ですねは終了です。